塩見頼勝は、戦国時代の武将、丹波国横山城主、家門は三回美士、福知山城丹波天田軍、伊崎城主、小笠原正信の着難として誕生。頼勝は、朝明が丘に、空堀と土塁だけの簡素な、草城の城を築いて龍が城としたのをはじめ、長山城、茶臼山城、牧城などを築いた。さらに、 横山城を本城として地盤を固め、天文年間には天田軍全域を支配した。細川高国に属し、協力4年3月、摂津国中島の戦いで、高国法の武将として、細川春元法の三吉元長瀬へと合戦する。さらに、同年7月、摂津天皇寺でも元長瀬と合戦し、続いて、天ヶ崎にも天鶴が敗れて、高国は、 広の寺で自害をした。その後、三好長慶が近畿での実権を握り、三好鹿神、内藤宗勝が丹波方面に進出し、府内軍や議城主を拠点に勢力を拡大した。これに反発した丹波黒人衆による、永六三年の鬼ヶ城の合戦において、より勝も参陣した。丹波での構想が続く中、永六八年に、表情軍、 黒井城主の赤井直政が頼勝の治める天田軍に侵攻。内藤宗勝は頼勝を助けるために軍勢を天田軍に進めるが、同年8月27日、天田軍枠号の決戦において戦死。赤井側の形成が有利となり、赤井直政は鬼ヶ城を攻撃した。三階菱師丹場塩見氏は、聖は源氏市内の小笠原流の小笠原町、清の支流。 小笠原頼勝の時代に、横山に、横山城を築き、後に、小笠原頼勝はなお、塩見氏に改めたのを嘘とする。頼勝の着難、塩見頼氏は、横山城の中からさらに、横山大前大輔とも称した。ありがとうございます。